シャープホークスは1963年に結成されたグループサウンズのバンド。1969年に解散。歌って踊れる異色の根結グループとして1963年3月、野沢裕二、安岡力也、鈴木忠夫、山岡健二、加古幸子の5人で結成。初舞台は同年5月の日劇ウエスタンカーニバル。そのグループ名の由来は、 所属事務所である東京第一プロダクション社長の岸部清より高のように鋭く歌え、との言葉から。幾度かのメンバーチェンジの後、5人組のバックバンドが加わり一時期は10人の大女帯となるが、1965年にバックバンドは井上宗隆とシャープファイブとして独立。野沢、安岡、鈴木、小山の4人で、 キングレコードより1966年9月にデビュー。1967年春に小山が脱退。代わりに大阪のバンド、チェックメイツからアメリカニュージャージー州生まれの兵庫県、天川崎市育ちで、甲子園への出場経験がある、芝春美が参加。12月のシャープ5のレコード会社移籍に伴い、契約問題からバッキング演奏が不可能となり、 1968年にバンド形態のザ・シャープホークスへと再編するも1969年に解散した。その後、安岡一人を残して新生シャープホークスとして再スタートするがシングル1枚のみで解散した。なお、ジミー・レノンはグループ解散後1969年秋よりファッションモデルへ転向、人気を得て1980年代半ばまで。 第一戦で活動後、モデルクラブ、フェイススギルドを設立。小山正夫は、バンド脱退後、ソロ歌手に転校。アンディ名義で活動を始めた。愛情時と共に、国内や海外で、ライブツアーを積極的に行う。1982年、東京音楽祭で、新人奨励賞を受賞。1983年には、アニメ、気候創世記』もスピーダーの主題歌を歌い。 当時のアニメ雑誌で行われた人気主題歌ランキングでも上位に食い込んだ。その後、アンディ・オヤマと名義を変更し、歌手活動を続ける傍らボーカルスクールで講師を務め更新を指導している。現在は岩手県を拠点に活動をしている。ありがとうございます。